イソーのガスカートリッジカバー税込み110円。サイズいろいろ、中身はこんな感じ。黒いゴムは取っちゃうよ。取って広げるとキノコの山みたい。僕はタケノコの里が好き。じゃあかぶせてみるよ。岩谷プリムス110。スキルのきつくて大変。僕はズボンを履くのも苦手。きついしね。うんしょうんしょ。やっとかぶせ終わったよ。上からキャップが出てきたら OK。 ちなみに僕はパクチーが好き。シソも好きだしパセリも好き。次はプリムスの250だよ。中身は 230g。 つくかなつくかな。おいしょおいしょ。ちなみに僕はチーズハンバーグが好きだよ。とろけるチーズのハンバーグだ好きだよ。って言ってるうちに完成。缶の情報量が消えてすっきりしたよ。これで僕と同じイケメンになった。やった。でも一つ大変なことがあるんだ。それは明日の宿題をやってないことじゃなくて、キャップを取ること。カバーに埋もれててきついんだ。ガスバーナーコンロをつけるよ。これはとても簡単につくよ。ダイソーのパッケージにはおしゃれなガスランタンが載ってたね。そんなもんないんだよ、うちには。じゃあ早速火をつけてみるね。着火。カバーがあるだけで見た目が全然変わるね。これでインスタ映え間違いなしだ。これから天ぷらを作るよ。使った油は地面に捨てるなよ。チャンネル登録よろしくね。あと高評価も忘れて。